私が20代の時に付き合っていたエイトという男との出来事。お疲れ様。今日の試合、すっごい良かったよ。エイトさん、ありがとうございます。エイトとは社会人テニスサークルで出会い、その時は爽やかな男性だと思っていた。しかし、付き合い始めてからは別人かのように人が変わり、いつ帰ってくるんだ、こんな時間までどこに行ってるんだと、無数の鬼メールや鬼電が来たり、学生時代の友人に会った時は、俺以外の男と会うのは許さないからな!と、束縛や暴力もひどかった。さらに、エイトは特殊な性格で大の病院嫌いである。高熱とか出しても、さすがに病院行った方が、病院なんか絶対行かねえ。あんなとこ行くか。薬飲んで寝とけば治る。絶対行こうとはせず、私に仕事を休ませ、いつも看病していた。案の定移され、今度は私が熱を出した時は、病院行くわ。行くな。薬飲んで寝てれば治る。俺だって治ったんだ。と、私にまで価値観を押し付けてくる。幸い大したことない風邪だったが、本当に大きな病気にかかってたらどうするつもりなんだろうか。私はエイトの性格に耐えきれず、だんだん鬱になり別れることに。それでもしつこく束縛させようとしてきたが、弁護士入れて、慰謝料取らないから接触しないという条件で、なんとか別れることができた。しかし、A から受けてきた心の傷はしばらく癒えることなく、正直何か復讐しないと気が済まなかった。それから数ヶ月後、友人の B 子から連絡があり、転職先が A とと同じ職場だったようだ。B 子は何度か交流会で A とに会って覚えていたので知っていたが、A と自身は忘れっぽい性格なので気づいていなかったようだ。会社の健康診断の時期だったらしいんだけど、A とは全力で避けていたようだ。同僚に聞いた話、痛い血液検査が嫌いで、検尿はもちろん検査全般受けていないようだ。だからあれだけ病院が嫌だったのだろう。俺、毎年行かねえから。開き直って喋っていたところ、B 子が質問した。早期の癌になってたらどうするんですか?そういうのは日常で気づかないから言っておいた方が。その時は運命を受け入れて、治療しないで早死にする。みたいな思想をドヤ顔で言われたようだ。A との会社は勤務時間中の平日に会社を抜けるか、土日のプライベートな時間の中で提携している病院から好きな病院を選んで一通りの検査を受けるシステム。なので、血液型の同じ友達をバイトで雇い、替え玉で A との名前で健康診断を受けさせていたようだ。今年も頼むぞ。いい女紹介しろよ。変な病気とか持ってたらどうすんだろうね。会社の人には移さないでほしいわ。会社の人もこの件には薄々気づいていたようだが、本人は改善する余地もなく、なんとかできないかと困っていたようだ。そこで、B 子と私で作戦を練って、プチ復讐をすることに。まず、B 子は私の友人であることを A とに明かし、一時期あの子の病気大変でしたよね。多分その時エイトさんと付き合ってた時だと思うんですけど、その時はさすがに病院に連れて行ってあげましたよね。え、病気?あいつなんか病気持ってたの?B 子が話した病気の内容は、私が HIV に感染していて、発症し集中治療室のある病院に入院していたこと、梅毒にも感染して、最後に会った時は鼻が溶けていたこと。なんですか、それ。最近連絡つかないんです。どこの病院にいるかも不明で、もしかしたら。もちろんその病気は全部嘘。エイトからは何度も着信が来ていたが、苦しかった。知らなかったんだ!許してくれ!俺を恨まないでくれ!みたいな悲鳴が入っていた。さらに会社でも、エイトは四六時中様子がおかしくなり、仕事中とかも病気のことをガクブルしながらネットで検索しまくってるそうだ。どうした?病気か?病院行った方がいいんじゃないか。これをきっかけに A とは病院に行くようになったらしいが、今でも B 子には私の生存を確認しに来るそうだ。ご視聴ありがとうございました。また見てね。